は誕生日でもらったチュロスメーカーでチュロスを作ります。材料はこちらです。チュロスミックスと粉砂糖とチョコレートとシナモンパウダーです。ボウルに水が入っています。チュロスミックスを入れていきます。この後水を混ぜていきます。そこにサラダ油を入れていきます。粉を絞り袋に入れて焼いていきます。このまま5分待ちます。そろそろ出来上がりです。開けます。チュロスの完成です。皆さんも作ってみてください。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。アディオス。めっちゃ美味しいです。